時刻は2時4分です。27話。27話。どなた？ D アニメストアさん？ D アニメストアさん？ D アニメストアさん？あら、あ、どうしました？ D アニメストアさん。あ、ドッキリかな？ドッキリでしょうか？クリスマスプレゼントドッキリですか？これは。歌われるものなんですけれども、地方民である私は、地上波で視聴できないんですよ、やってないから。そんな中、地上波同時配信してくれる D アニメストアさんはマジで素晴らしい存在で、もう毎週毎週ありがたく視聴させていただいておりました。そして27話、28話なんですけども、D アニメストアさん知らなかったのかな、地上波ね、これ連続放送してるんですよ。27話と28話連続でやってるんですね。で、27話は本当ジャストに配信されまして、楽しく視聴させていただきました。で、 D アニメストアさん見ました。27話、白がですね、白王朗を引き継いで生き返ったんですよ。で、クオンたちを助けまして、で、クオンがこう白の方を振り返ったら、鉄線だけ落ちてたの。えー、みたいな。今生き返ったのに、え、白どうなっちゃったのと、うわ気になるわと、地上波も半から放送かなと思って、半になってもう一回 D アニメストアさん開いたんですね。27話しかなかったんですよ。おかしいなみたいな。あ、で、これ放送終了後かなと思って、また2時ぐらいにまた見たんですよ。なかったんですよ。これドッキリ？ドッキリですか？あれ、どうされました？ D アニメストアさん、 D アニメストアさん、どうしました？ねえ、D アニメストアさんさ、100円値上げしますよね。100円ね。私、これに関してはね、全然いいと思う。全然 OK。もう D アニメストアさん、ほんと、今だって5000作品あるらしいですね、D アニメストアさんの中に。これはもう本当にすごい数だと思いますし、私もなんやかんや、やっぱマイクール一番利用させていただいているのは、D アニメストアさんですね。なんやかんやば先行配信も多いですし、最近はね、ここアベマさんの勢いがすごいと言いますか、アベマさんね、なんかもう一周前にもう先行配信しちゃうからね、もう地上波同時とかじゃなくて、一週間前にやっちゃうから、結構アベマさん力入れてんのかなと思いますけども、D アニメストアさんは数の暴力がありますので、めちゃくちゃ、利用させていただいております。なので、もう100円上がるぐらいどうでもいい。だってね、1ヶ月ある中でもう1回コンビニに行くのをやめるとかさ、なんか自販機でなんか飲み物買うとかさ、そういうのやめるだけで賄える料金じゃないですか、100円なんてね。全然いいんですけれども、前から気になってました。たまーに配信しませんよね。なんか、あれまだかなみたいな。あれおかしいなみたいな。たまーにありますよね。これは別に、D アニメストアさんに限った話じゃないですよ。アマプラさんとかも結構多いのよ。しかもアマプラさんってさ、独占配信多いのに、その独占配信の作品でやっちゃうから、あれれって思うんですけども、配信はしてほしいわ。時間は守ってほしいな。しかも、最終回やで。最終回。歌われるもの、D アニメストアさん知ってます？歌われるもの。めちゃくちゃ長いの。もう2006年とかね、無印やってて、で2016年ぐらいにね、偽りの仮面やって、で今二人の白黒やってるじゃないですか。歌われるものが完結するんですよね。完結するんですよ。それを見させてよ。これどういうこと？この動画がね、多分投稿されているのは25日の19時だと思います。その時にはもう
配信されてるかもしんない。もしかしたらね、配信されてるかもしんないけど、同時で視聴させてほしかったなー、 Dアニメストアさん、びっくりしたー。絶対もう何回更新しても出てこんもん、歌われるもの28は。びっくりやわ、マジで。私、これはもう私の勝手な都合ですよ。私ね、今日名古屋行くんすよ。名古屋25日朝の8時ぐらいに出発して名古屋行くんですよ。あの宮野守さんのねライブ見に行くために名古屋行くんですよ。だからもう眠いけどさ、頑張ってやっぱその日に感想動画出したかったから、視聴してさすぐ動画撮って編集して、まあ、アップの予約しようかなって思ってたのよ。アップしてよ、そちらさんが、そちらさんがアップしてよ。え、クリスマスやから皆さんなんか休んでるの？皆さん休んでるんですか？更新はいっかーっつって休んでんの？更新してよ。ちょっと今更新されてんのかな、ちょっと見てみますね。 Dアニメストアさん、今更新されてたらちょっと謝るわ、ごめんっつって、ちょっと言い過ぎたって謝るわ、ちょっと謝りますわ。全然だわ、27話だわ。8話どこ行ったの？28話、来週、これまさか来週28話、 まさかの年越し歌われるもの、ビッグラポンや、これはほんまに。ディアネスターさん、全然値上げしてもいいわ、全然値上げしてもいいから。時間は、しかも最終回は、しかも歌われるものの最終回でやらないでほしかったです。あとちなみについでに文句言うと、ディアネスターさんの文句を言わせていただくと、あのたまになぜかダウンロードされない、あのダウンロードできるんですよね、ディアニメスターさん。ダウンロードして通信とか関係なく見られるっていう機能あるんですけど、たまにダウンロードされない問題、あのこれがまあちょっとムカつくっていうのと、ライセンスの取得を全然してくれない時がある、はい、これもムカつく。あとダウンロードしてたはずやのに、なんか気づいたらライセンス切れてる時ある、まあこれはなんか時間制限あるのかもしれないけど、うん、時がたまにあるのムカつくぐらいかな。あとはそんな文句ないわ、 Dアニメストアさんに。素晴らしいサイトだと思います。はい、ということで歌われ物、あの早く更新してください。あと平家物語配信終了しようとしてますよね、それは悪手だと思います。以上です。